さて皆様、今夜も良い夜ですね。はい、というわけで前回の続きです。で、前回がマラソンすべて終わりまして、今回はコネクト会かなになります。で、これが全部終わり次第またメインストーリーの方ね、あ、クエストか、クエストとメインストーリーの方やっていこうと思います。ではメインストーリーで進めるのがこの出かける先生とキンケイドと二次会を残してやりたいので、最初に星見の夜、ニセムグリームキャッツで、まあ上から順番でいいかな。はい。で、二つ終わったらロードしてこっちをやるということで。では、行きましょう。まずは星見の夜。うん。今夜、事務所の屋上で、カトルが天体観測をして、おー、天体観測。せっかくだし、付き合ってみても良さそうだな。なんか感動しそう。では、ストックタイムを消費して、塩を片付けますが、はい、行きます。なんだろう、カトルの昔話とかしてくれないかな。シチュエーションとしてはいいとは思うが、うん。ああ、いや、俺望遠鏡をさ、ね、もうファルコムゲーで望遠鏡を見ると、まあナユタかもしくはトワハーシェルを思い浮かべる。よ、精が出るな。あれ、バンさん、もしかして天体観測に興味ある？ああ。お前がやるって聞いてたから見物がてらな。理科大学にあったでかいのもタイミングを逃しちまったし、ああ。あ、なんだったっけ、その名前。なんだ、その時から興味あったんだ。大人って変なところで格好をつけるよね。まあいいけど、望遠鏡の準備もちょうど今終わったところだよ。うん。部屋に置いてるやつか。昔から使ってるみたいだな。うん。博士の家で気軽に見たい時に使ってたかな。あの大望遠鏡に比べれば頼りなく見えるかもしれないけど。いや、でも、あれだね。これだけでも十分立派だよね。簡単な天体観測をするには十分な性能があると思うよ。早速使ってみる？使わせて。ああ、でも、どうやって操作すりゃいいんだ？それじゃあ、まず手本を見せるよ。こっちに来て。わあ。あ、いい音。ASMR。ピントを合わせて、と。シェタル大三角形の一番星に合わせてみたよ。どうぞ、バンさん。そうだな、これ、第4章の最初にね、シェタル大三角のことも言ってたけど、これが何を意味してるのか。これもね、後々関係してると思うんだよね。そうか。どれだね。お、あ、なると思ったよ、こういう風に。この体勢だと顔が近いな。いいね。いや、女の子ですね、完全に。待って、いい感じの時にスクショ撮りたい。ここです。あ、ちょっと待って、今なんか瞬きされたかもしんね。もう一回もう一回。ワンがまた優しい顔してんな、おい。カトル君が右の方に行ったところで、ここです。よし、OK かな。まあ、失敗したらまた撮り直そう。おお、なるほど。確かに肉眼で見るのとは違うな。だが、まだちょっとぼやけてるな。こういう場合は、ダイヤルを調整するんだったか。て、カトル？おお。ああ、もういいから覗いてて。ダイヤルはこっちで調整するから。どう？少しは良くなったんじゃない？まあ、カトル君はね、もう十中八九体が女の子で、まあ、心は男か、それとも、まあ、そういうふうに偽ってるのか、だと思うんだよね。おお、今度はよく見えるぜ。なるほど。これがな。普通じゃあ、まばたいてのが、かろうじてわかるくらいだが、こうして見ると、かげろうみたいに揺らいでいるってのもよくわかるな。それが星座を構成する星の特徴かな。動きが不規則で、星座にならない星には光ったり、瞬いたりしないものもあるけど、その後、バンはカトルから望遠鏡や天文学の話を聞きながら、いくつかの星を観察したのだった。
こういうのにはあまり縁がないと思っていたが、いざやってみるとなかなか見応えがあるもんだな。でしょ？天文学に興味が出てきたなら、いくつか本を貸してあげようか。やっぱりおすすめは昔グランマが書いた本で、そういうのも書いてたんだ。ストップ。その話はまた今度でいい。語り始めたら夜明けまで止まらなくなりそうな気配がプンプンするしな。地雷を踏み抜いちゃう。はい。じゃあまた今度ね。しかし本当に星を見るのが好きなんだな。僕はグランマの下で学問や技術の意義を学んできたからね。技術を人のために使うこと、女神が司る世界の摂理を解き明かす学問の営み、僕はそれを信じたいし、グランマと同じように学問や技術と向き合っていきたいんだ。あー、ひょっとしたらさ、カトルっていうこのキャラクターが生まれた経緯ってさ、まあ、あのね、空の奇跡のね、まあ、あのレンちゃんの話のあれもあるかもしんないけど、ほらね、過去作1000とかそういうやつでさ、まあ、ゼムリア大陸がそもそも地球みたいに丸いのか、それとも平面なのかみたいなのがあってさ、で話的にはなんか海の向こうの先には行けないみたいなさ、ちょっと平面説みたいなのがあったけど、それを解き明かす用の言及できるようなキャラクターをこれ作ったんじゃないかな、今後のためにっていうふうにちょっと今思ったかな。それが僕自身の実存を知ることにもつながるはずだから。またちょっと意味深なこと、意味深。最近技術が人を傷つけうるということを目の当たりにしたのは少しショックだったけど、まあ反応兵器ね、ああそうか、ギニスもか、反応兵器、いやゲネシスもか。反応兵器という悪魔の発明には改めて学問や技術の意義を考えさせられた。でもその悪夢に利用されていたゲネシスは元は世界を観測するための原型動力機なわけで。世界を観測か。だったらエプスタイン博士が観測しようとした世界って何だったのかなって。まあ多分平行世界のことだろうね。あのマクバーンがいた世界とかさ、多分そういう世界のこと言ってんじゃねえかな。この望遠鏡、ずいぶん前にグランマが僕に買ってくれたものなんだ。天文学が全ての学問の基礎になったように、カトルもここからいろいろ考えて始めるといいって。天文学、女神の奇跡を科学的に観測して世界を知るってのが本質だったか。世界を知るか。この世界を知るっていうのを前に言ってたけどね、これも意味深だな。それでバンさんはどう思った？この望遠鏡で天体観測をしてみて。あえて言えばそうだな、あの壮大なスケール、奇跡って言われんのもしっくりくると思ったし、あんな星空の下で営みを続けている人間もこうしてみればちっぽけなもんだと感じたな。ほほお、なんだなんだ。悪かったな、ありきたりな感想でよ。てか笑うほどかよ。バンさんらしいなって。僕はこれまで研究者としてグランマの後を追いながら世界を見てきたけど、どこか理想にとらわれているというか、何か目が曇っていないか不安になってね。それで裏と表を知っているバンさんにはこの星空がどう見えるか、それが知れてよかった気がする。バンさんにも僕と同じ世界が確かに見えているならきっと僕の目は曇っていない。グランマと同じ世界に挑み続けてもいいんだ。なんとなくそう思えたから。おー、まあ一種の自分探しか。自分探しっていうとちょっとなんか悪い言い方になっちゃうのか。そういう人は言うじゃないけど。世界がどう見えようと、お前がその学問を通して見えた世界が愛おしいと思うなら、
それがお前が向き合う世界ってことでいいんじゃねえのか。ああ、うん、そうだね。今の僕にはグランマも他のみんなもいる。その中でみんなと一緒に技術を役立てて瀬取りを追求することができる。これ以外の世界なんて考えられないな。ならも迷うこともねえだろう。うん。あ、おカタル君、バン君もここにいたんだ。この言い方はバン君。ああ、普通に来ました。へへ、二人きりで天体観測なんて仲が良くていいね。別にそんなんじゃないから。弟弟子を一人占めしちまったみたいだな。二人で何の話をしていたの？うん。あ、うん、大したことのない、当たり前で他愛もない話だよ。うん。その後、エスメレーも加えてしばしの間天体観測を楽しんどるだった。うん。カトルの体温上昇を確認。あら。大丈夫か？別に異常はないから。だから前もこれなかったっけ。あと20でマックスがカトルも。うん。研鑽を積む秀才、春祭。うん。で、バンはマックスと。なるほど、なるほど。やはりちょっとしたね、カトル君のルーツは知れましたね。はい、では続いて。スケジューラーを起動したわ。ニセクリームキャッツの音。いや、これなんか笑えそうな気がすんな。どれどれ？なんでも最近、偽物のグリームキャッツが出没しているらしい。放っておいてもジュリスが黙っちゃいないだろうが、記念祭前に余計な面倒事は片付けておくべきかもな。はい、では行きましょうか。うん、はい。さあ、どんな話？なんかイースナインの偽物とかさ、そういう系にもあるけど、ちょっとそれ系かな。バンはジュリスに連絡を取り、ちょうど今夜も発生したというグリムキャッツの犯行現場で合流した。はい。ここは？あー、リバーサイドか。あー、今の表情はあれかな。勝手に動いて自分の、なんだろう、信念とかそういうとは違うことされて、で警察はほら本物だと思ってるからちょっと名誉がみたいな感じ。来てくれて感謝するわ、バン。ま、うさんくさい話はとっとと片付けるに限るだろう。で、あれか、グリムキャッツが現れたってのはあくまでもニセモノのね。現場にこの犯行メモが残されていたらしいわ。怪盗グリムキャッツ参上、あなたのお宝頂戴したわ。うん。小汚い紙にペンで手書きか。そうなのよ、マジで舐めすぎでしょ。うん、ちょっとリスペクトさを感じない。どうせならいつも使ってるカードを成功に真似るくらいの気概を見せてほしいもんだわ。怒るところはそこじゃねえだろ。つうか、どうやってそんなもん手に入れたんだ。ほう。これまでの傾向からある程度犯行の予測は立てていてね。到着した時にはもう犯行後だったけど、警察が来る前にこれだけは回収できたの。ふん、お前さんの追跡をかわすとは偽物ってだけはあるか、うん、あるわけか。そうね、それなりの軽業、うん、軽業使いなのは間違いなさそう。多分軽業かな。あと、うん、あと一歩のとこまでは来てる。あんたも来たからには手伝ってもらおうよ。はい。こうしてバンたちは偽グリムキャッツの、おお、ちょっと待って。いや、すまんすまん、お見苦しいところ。ちょっと喉が絡んだ。やっぱり調理、あれだな、長時間喋り続けるのは良くないかもしれん。はい。こうしてバンたちは偽グリムキャッツの足取りを追いかけることにした。ジュリスの調べでは犯人は、一夜に数回犯行を行う傾向があるらしく、次の犯行前には必ず捕まえてみせると、ジュリスは行き場くのだった。しかし文字を読むのは楽しいぜ。頭にも入ってくるからね、結構。はい、ウェストンの屋上か。うっすら足跡があるわね。
やっぱり建物の上を伝ってあちこち移動してるみたいだな。グリムキャッツを名乗るなら壁走りの一つくらいやってみせなさいっての。ま、そこは偽物ってことなんだろう。でもそれができるのってあのグリムキャッツのね、あのスーツのおかげなんかな、その技って。調べた限りほとんどの犯行内容は一般市民を狙った金品の強奪、ちょいと腕のいいコソ泥って感じか。怪盗グリムキャッツは義賊、悪を暴き懲らしめる盗みしかしないわ。それの名を語って私利私欲を満たすための珍奇な盗みを働くなんて、ますますイースナインの白猫だな。めちゃくちゃ怒ってんな。オラシオンの時とは別の意味で。これが怒らずにいられますかっての。グリムキャッツは祖母と母から受け継いできた大事な役目。それだけじゃない、これはもう私自身の生き方そのもので。ハルコムの応戦が入った。お、現れるかと思った。ずっと信じて頑張ってきた私の誇りなんだから。プライドをちょっとね、聞かされたか。その誇りと名前が貶められている、平気なわけがないでしょう。なるほど、女優業と同じくらい怪盗にも誇りがあるってわけか。だったらなおさらクールに行こうぜ。痕跡をたどっていけば必ずたどり着ける。せっかくの超絶身体能力でも最後にずっこけちゃ格好つかねえぜ。わかってるわよ。確かにちょっと熱くなりすぎてたわね。でもどうしてそこまでやってくれるわけ？裏解決屋はただ働きはしないんでしょ？あの偽物が出るようになったのはここ1週間くらいの話だ。お前さんがマフィアの後始末まで手伝って副業を休んでたことも関係してんだろ？その意味じゃ他人事じゃねえ。お前さんへの借りはきっちり返さねえとな。お？あー、あのロンライでのあのセミヌードの件かな、これ。これもいい顔してんな。はい。ん？どうした？別に、ありがたいけど、ちょっとだけムカつくって思っただけ。ああ、あのことじゃないのかな？今日の昼のことも含めて、私たちとの貸し借りをそんな簡単に清算しようってのはね、ああ、そっちの方だったか。これに対してのコメント？ズバッと言うね。お前さんらしいっちゃらしいが。ま、親しい相手だろうが思ったことははっきり言うのがポリシーだから。言っとくけど、ロンライでのあれもビンタくらいで清算できたとか思わないでよ。了解だ。ガン見したわけでもなし、そろそろチャラにしてくれって気もするが。トップ女優のヤワハダの価値を舐めてんじゃないわよ。まあ希少価値は高いだろうね、かなり。はい、これはあれかな。ジャコモの隠れ家のとこだよね、これ。その後もバンとジュディスは偽グリムキャッツの痕跡をたどっていき、残されたわずかな証拠を動力ネットで照合し、犯人像の面でも突き止めていった。そして、はいはい、怪しい男。お前ひょっとしてブルブランとかじゃないだろうね。違うか。ブルブランはね、あの多分クイズとか出してきたミニゲームか、あとパーシーだと思ってんだよね俺。てかパーシーさんもこの人と見た目一緒か。メガネかけてっけど俺。はっ、今回もちょろいもんだったぜ。アジトに戦利品を隠したらもう一回。はい、よう、お疲れさん。推測通りここがアジトだったのね。あ、これも変身するか。あ、本物。てか女でもなかったのか。まさか本物のグリムキャッツ。来たバララバッバ。この曲いいよね。見ての通りよ偽物さん。これもスクショ。ジュリスの素材が欲しかった。人様の名前を使ってよくも好き勝手やってくれたわね。ヒー、某サーカス団をクビになった軽業師、
しばらく路上で日銭を稼いでたみたいだが、もうそういうのも全部調べ終わった。最近のあちこちでの混乱に乗じて魔が差して犯行に及んじまったわけだ。確かにグリムキャッツを追ってたらお前さんにたどり着くのはなかなか難しいかもな。なんで俺のプロフィールまで。こんなところで捕まってたまるか。おお、壁は今走れなかったけど壁キックはした。さすがの身のこなしだな。感心してる場合か。逃げられるとでも。あ、ええ、その通りです。声から予想したらリゼットあたり。あ、まさかのイリな。あ、マジかよ。おお、ブルンブルン。あ、なるほどね。今回はあれかな、裏稼業同士で出会った感じなのかな、これ。お前さんか、なんでまたこんなところに。それどうやって前見てんの。偽グリムキャッツの噂を聞いてこちらでも調べていたんです。でも彼と一緒にいたなら手伝うまでもなかったみたいね。別に私一人でもなんとかできたよね。でもありがとうリオンインドゥン。やれやれ、ま、これにて一件落着か。その後拘束した偽物を本物のグリムキャッツのメモとともに警察署の前に放置し、おう、なかなか粋なことをするね。逮捕されるのを見届けてから解散し、それぞれの夜に戻っていったのだった。見せてくれるじゃない。あ、おりか。まあ私には及ばないけどね。マックスになった。いや、てっきりインとね、ジュディスとのまた話がなんかあると思ったけど。勝手知ったる同類ヴィラン。ヴィラン、同類ヴィランで同類悪役なんだ。これ本来だったら多分カトルもね、もうマックスになってるんだろうね。でも俺が要所要所で多分選んでないからまだ埋まってないっていうことなんでしょうな。で、はい、これで2つ終わりましたので、あとは労働しましてメインでね詰めていきましょう。ベルガルドとキンケイド。ではまずは労働します。はい、ロードしてきました。てなわけで次は、はい、ベルガルドだね。いきます。出かける先生。ベルガルド先生がこんな時間にバイクに乗って出かけようとしているようだ。あの人のことだ。心配はいらねえだろうが。はい、では行きましょう。さあ、これは一体どんなクエストでしょうか。クエストじゃないわ。コネクトでしょうか。おう、お主、そんなマシンを持っていたのか。ああ、そういうことか。バン君、普通に、バイクも持ってんのかと思ったよ。これ、ブラッドレーから、借りてきたってことかな。似合うね、また青いやつが。いや、知り合いの中古整備屋から借りてきたものでね。これ多分、バルターと同タイプだね、これ。こんな夜に、一人でツーリングとか、渋すぎでしょ。先生、よかったら不肖の弟子もお供させてもらえませんかね。よかろう。たまには指定揃ってというのもおつなものだろうからな。国道12号線を転がすつもりだ。遅れぬようについてくるかい。了解です。指定水入らず。ほう。はっはっは。お主もなかなか乗りこなしているではないか。車へのこだわりは聞いていたが、バイクも乗っていたのだな。2年前くらいに発売してからたまに知り合いに借りてたくらいですかね。やっぱ相棒インゲルトの乗り心地が一番だが、たまには風を感じながら走るのもいいもんだ。二輪ならではの魅力だな。自分もバイク乗りだからわかる。たまに SA、これはサービスだね。
サービスエリアなどで麗しき美女に声をかけられたりするのも悪くない気分だ。モテモテじゃないですか。つくづく第二の人生を謳歌してるな、まあ、こんなかっこいいね、もうご老人がいたらね。ロックスミス元大統領といい、羨ましい限りですよ。まあしがらみから解き放たれた年寄りの特権というものだ。若者は今をとことん謳歌すればよい。主のもとに集まった仲間たちとな。ああ、若者って年でもありませんがね。いや24は若者でしょ。ところで、なんか先生追っ手とかついてたってこと？あれですね、先生がこうして出かけた理由は、距離を取ってやがるが、後方に3台、前方にも2台か。あ、前方もいんの？今日はせっかくの夜、騒がせるのは無粋というものだろう。このまま郊外までおびき出すぞ。どこの連中だ？はい、アルマータの残党？あ、違かった。アルマータは一応あれでも全部集まった、捕まったってことでいいんだっけ？あそこに入り込んだ奴らだけ捕まったじゃなくて。その武器、ゼクトアームズ製か。どうやらオラシオンに来てた施設部隊みたいだな。デスゲームでは勝ち合わなかったが、4SPG 絡みで揉めたことはあったか。あのバーゼルの女スパイかな。ここ数日私の周辺で動いていたようでな。どうやら知られてしまったらしい。私が以前名乗っていた名前よ、バルクホル。うわ、ゼクトアームズ施設部隊。その通りだ、元皇天使士。まさか死んだはずの貴様が名前を変えて生きながらえていようとは。4年前。この時系列から4年前となると、視聴歴1204年となると、どのあたりだ？どのあたから？まあ、ソラと、ゼロ、まあ、いや、手で進めよう。4年前に受けた大損害の落とし前、つけさせてもらうぞ。この顔、何やったんです？4年前、キャツラは私が活動していた地域で開発中兵器のテストをしておってな。周辺住民を巻き込みそうになったところで介入し、兵器もろとも壊滅させたことがあったのだ。んなことが、あれ、それって語られたっけな。俺としたことが覚えてね。完全に自業自得の逆恨み、さすがに筋が通らねえんじゃねえか。あの時の邪魔がなければ、我が社は今頃さらなる躍進を果たしていたはずだ。異能とやらを失ったそうだな。当時の恨みを晴らさせてもらうぞ。いやー、異能とか関係なく強いんだって、この人は。裏解決や、邪魔をするなら貴様ごとな。はっ、先生を甘く見つけたろ、やれるもんなら。お、いや、良い機会だ。バイオ、危険は控えよ。お、混乱流できますか？ゼロですね。混乱の教えと技、今改めて私に見せるがいい。見せてみるがいい。ゼロインパクトだっけ。たく、わかりましたよ、先生。混乱流バンアークライド、久々にクンフーを見てもらいましょうか。おお、息合いよし。息合いよしって聞くと、もう俺の中にはオーレリアが出てくる。行くぞ、我が弟子よ。おお、これはスクショ案件。いや、もうこ目の前にさ、こんなオーラが可視化して見えるやつらいたらやばいってなるよね。この圧力は
おお。あ、これは一瞬で終わっちゃうか。移動を失ってこれか。裏解決やも覚えているろ。また、はあ、ったく無茶させてくれるもんだ。最新武装を持った相手に素手で挑ませないでくださいよ。ノリノリだったじゃねえか。それでも切り抜けられたではないか。お主の今の方は崑崙流にゼロ式、ゼロインパクトとやらを交えたもののようだが、今回は純粋に私の教えた技のみを使ったようだな。ほう。ええ、そうでないと意味がなかったんでしょ。自分が狙われている状況を利用して改めて俺に崑崙の教えを思い出させる。先生なら一人で十分退けられた危機にあえて俺を誘い同行させることで、ったく本当に相変わらずなお人だて。だが少しは立ち戻れたのではないか。私の元で修行をしていた時代の今よりもまだ前を向けていたお主に。ああ、あ、顔がちゃんと映ってる。前はね、あれ隠れてたもんね。少し懐かしかったのは確かです。悠然と構え、大地と崑崙の山々と一体となり、流れ込む活力の中に自らのしるべを見出す、その教えが今の俺の在り方につながっている。狭間で迷う者たちと向き合うようになった今と、夢忘れぬようにすることだ。己が選び取った道の先で気づいてきたものを、己を真に縛り得るものが何なのかを向き合えるのはお主自身だが、私も力になることは惜しむまい。我が誇り高き弟子の一人のことならばな。いや、いい笑顔してますね。これもスクショ。今回のパートはあれだな、スクショがはかどるね。ええ、肝に銘じますよ。ありがとうございました、バルクホルン先生。おう。では共に戻るとしようか。今度は心置きなく指定で夜風を楽しめそうだからな。でこいつらはどうすんの。あら、見られてた。たく先生らしいぜ。裏手しにも、あんな感じなのかよ。おう、じゃああなたたちにもか。それがあの方ですから、導くと決めたらどこまでも向き合う。ま、オラシオンでの働きもあるし、今後も少しは根性を見せてくれんだろ。まあこの先は彼次第でしょうがね。その後バンとベルガルドは穏やかな夜の風を感じながら一人戻り、改めてそれぞれ行動を再開したのだった。お主の成長これほどまでとはな。バルクホルン・グンターだったよね、確か。なんかヨアヒム・ギュンターに似てた名前だったはず。いやいやいや、いいですね。では最後、キンケイドと二次会。はい、打ち上げの二次会をしないかとルネから誘いがあった。学芸祭を思い出すな。時間があるなら行ってみるか。はい、では行きましょう。ああ、もうそこでか。なんだ、お前一人だけか。あの時の二次会のような華やかなゲストでも期待していたのか。してねっつーの。またエレインにどやされそうだしな。なんか真後ろにいますけど。そこの真後ろにいませんか、カンザさんのところに。そういやあの時の店は当時、おー、この話してくれる。当時の彼女の紹介だったっけか。ああ、ちなみに今回は今の彼女におすすめされた店だな。マジかよ。ん？当時の彼女と今の彼女。こういった庶民的な店に詳しい書生なんでな。お。
いや、そうじゃなくて、今も彼女を嫌がんだな。当たり前だろう。あれから何年経ったと思っている。ったく、お前は昔からそうだよな。仕事もプライベートもそつなくこなしやがる。確かに両立し維持していくのは難しいが、やりがいはある。今後社交の場に出ていくにしても、パートナー不在では示しがつかんだろうしな。おお、はん。ある意味お前の最大目標のためにも必要な要素の一つってわけか。なんだっけ、正解入りだっけ、なんかそんな話。さすがはその年で大統領補佐官まで上り詰めただけあるぜ、この鬼畜メガネが。うん、あくまで臨時だ。むしろここから先が長いだろうという話だがな。現状そのポジションにいる人間を考えると。え、たくギラギラしてんな。これだから野心家ってのは。あれからグラムハートのことか。え、ない大統領になるつもり。別に全てが打算というわけでもないが、いいものだぞ彼女というのは。おお、とっくに知っているだろうが。いやー、エレインね、当時のエレインはね、めちゃくちゃ可愛かったって言ってたからね。うん、俺とエレインはお前ほどリア充って感じじゃなかったが、誰かさんみたいに生徒会業務の休憩中に海外式差し入れとかもなかったし。顔を合わせれば照れ隠しに言い合っていたな。全校生徒教員に至るまでその初々しい付き合いぶりを。もうバレバレだったん。微笑ましく見守って、見守っていたものだ。マジかよ、初耳なんだが。あら、気づいてないのは当人だけ。ある意味学校一注目されていたカップルだったろうからな。まあエレイン狙いだった男子からの横やりを未然に防ぐためにそう誘導した部分もあるが。おってお前のせいじゃねえか。あ、ちょっと待って、ちょっと座り直そう。これは大事な話な気がする。はい、そういえばあの時の約束がお預けのままだったな。約束って、ああ。おう、あの頃バスケ部を兼部していた俺と、さまざまな部活の助っ人をしていたお前、何度か共に試合に出たこともあったが、真っ向から勝負をしたことはなかったな。それでお前の卒業前に球技大会で決着をつけるって。ああ、ああ、はははは、あったあった、言ってた言ってた。お、結局破っちまったが。飲みすぎて動けないなどとやわなことは言わないだろうな。は、誰に物言ってやがる。いいね、やるか。お前の方こそデスクワークばかりで感が鈍ってねえだろうな。運動神経なら昼に見せた通りだ。やり残し片付けるとしようか。うん、もう前転して打ってたからね。おお、あ、おお、すげえすげえ、バスケ使ってる音だ。この効果音使うのって多分奇跡とかファルコムゲー初めてじゃない。バンたちはそのままバスケコートに移動し、ワンオンワンの勝負を開始した。ほう、いいね、スクショ。最初はお遊びのような雰囲気だったが、学生時代の熱を思い出しながら少しずつ白熱し。おお、逆バージョン。攻めるときは脱ぐんだ。よし、やがてバスケ少年や近隣の住民たちがポツポツと集まって見るほどになっていった。そして試合の最終局面。あー、負けちゃいました。おお、スリーポイントシュート、メガネの兄ちゃんの勝ちだ。青い兄ちゃんもいい動きだったぜ。あー、くそ、やられたか。いつの間にこんなに人が。おう、周りを見てなかった。少々熱が入りすぎてしまったか。学生時代に戻ったか。はい、
お、あ、くそ。いけると思ったのにな。全然ブランクねえじゃねえか。まあ今でも休日に軽くやってはいるからな。お前の方こそよく粘ったと褒めておこう。何でも屋は伊達じゃないな。うん。は、それも懐かしいあだ名だぜ。うん、当時もいろいろな部活を手伝ってこっそり小銭稼いだりしてたもんだが、なんか千の奇跡ワンでさ、ほらとわちゃんの、ね、生徒会の手伝いするときにさ、まあ、あの皿とかのお使いとか頼まれたり、結構バン君も学生、まあ、トールズ士官学院での何でも屋みたいな感じでやってたよね。今にして思えば裏解決屋になったのにも少しは影響していたのかもしれねえな。結局は進むべき道を選んだということなのだろう。遊撃士になったエレインも、もちろんこの俺も含めてな。たく、話は戻るが物好きなもんだ。好き好んでチミ毛量チミ毛量どもがバッコする世界に踏み入ろうなんてな。もう言えてみようだな。あんまり無理するんじゃねえぞ。彼女も心配するだろうしな。もう彼女って誰なんだろう。名前くらい教えてほしいんだよ。うん、言われるまでもない。個人的にはその何分の1かでも自分自身に向けろと言いたいが、こんな機会があってよかった。いい区切りになった。そんな顔をしているぞ。ほう、お見通しかな。なことは、うん、俺の方は本格的に忙しくなるのはまだまだ先の話だろう。だがどんな道を進んだとしてもこの縁をないがしろにするつもりはない。お前も夢忘れないことだ。どうして今夜あれほどの人たちがビストロに集まったのかを。ああ、たく、やっぱり性格悪いなルネ坊ちゃんは。わかった、肝に銘じておくぜ。うん、まあお小言もこれくらいにしておくか。まだ微妙に飲み足りなくてな。あと一杯くらいは付き合っていけ。ああ、そうさせてもらうぜ。おー、坊ちゃんって呼ぶなって言わなかったね。その後二人で他愛のない話をしながら最後に一杯の酒と軽いつまみを楽しみ、夜の巡回へと戻っていったのだった。面白かった。やれやれ、少しは成長したようだ。はい、マックス。兄貴分としては一安心か。うん、見透かす幼馴染。はい、これさ、今また好感度上がってセータス上がるってことは、またこれキンケイド仲間になることがあるってことかな。さすがに2周目のためのとかじゃないだろうしね。うん、オッケー。じゃあこれで、あ、すいません、さっきその場所取っちゃいました。食っていくか。何も変わらないよね。うん、はい。ではじゃあコネクトも全部終わりました。うん、これもね最初見たからね。はい、じゃあ次はクエストとメインストーリーかな。向かうとすっか。まずは地味所ビル前掲示板かこれは。うん、掲示板だね。じゃあ掲示板の前で今回はやめようかな。はい、じゃあ何のクエスト確認するのは次回のパートでやろうかな。はい、それではお疲れ様でした。今回はねコネクト会となりました。いや、どれもやっぱり面白かったな。うん、ま、こんな感じでサクサク進めていきましょう。もう終わりも近いんだ。こっからはね、スピード上げてやっていきたいところだが、どうしてもね、編集時間に時間が取れなくて、遅くなってしまっています。申し訳ない。もう絶対ね、2日、3日の間には必ず上げるようにはしていますんで、よろしくお願いいたします。はい、それでは皆様お疲れ様でした。次のパートでお会いしましょう。良い夜を。